皆さんこんばんは、さえざきけんじです。今日はですね、さえさまの部屋、あの月刊エレクトーンのさえさまの部屋、皆さん読んでくださってますか？ありがとうございます。そうですよね、それは応募していただいて、今日はこんなにたくさんのですね、あのお客様の前で、対談をするというですね、ドキドキの企画なんですけども、早く今日50回目、50人目のお客様ということでね、もう6月にデビューしたばかりですね、期待の大型新人歌手、増田正夫さんです。どうぞ。どうも、はじめまして。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。失礼します。皆さんはじめまして、新人歌手の増田正夫です。C を書くんで、高田さん C 書いたら曲つけて歌ってくれますって、軽く言ったら高田さんがええよええよって言われて、いや俺そんな言われたらほんまに書きますよ言ったら、ええよ書いて書いてよ言われて、で岩手県の方にテレビのロケ行った帰りの新幹線の中で、あちょっと書こうかなと思ってね、新幹線の中でこうテーブルに向かって、ほんだら1時間半ぐらいで書けたんですよね。すごい、はい、ほんで書いてるうちになんとなくメロディーも降りてきて、で高田新さんに、歌ってくださいと、で高田さんのレコード会社の方にも提案してて、で一応候補曲には入ってたんですけど、違うレコード会社の方からこの歌は増田さんが歌った方がより良くなる、もちろん高田新さんも素晴らしいんですけど、この歌は増田さんの歌やねんから、これ増田さんが歌った方がいいんじゃないですかって言われて、いつも油じしな親父を思う街、こぼれからこぼれた涙の形、それの目からこぼれた涙の形。いやー気持ちいいですね。気持ちいいですね。やっぱりなかなかこう CD だといろんなこうバンドっていいますかね、あのいろんな楽器入ってるじゃないですか、はい、でも結構そういう意味では2人で今の感じでできるっていうので、機会があったらぜひやってやりましょうよ。いや、ぜひよろしくお願いします。一緒に回りますから。なんかやりたいですよね。2人やから M1 出ますから。せっかくですので、はい、もう一曲。どうですか。心に染み込んだ涙が乾くまで、ここに生きさせてよ、ここで注意されたんですけど、一回ちょっとやってみましょうか、はい、いつもどんな感じで、はい、さえ様が結婚するという意味で、僕らが今度はお祝いコメントをやりますわ、はい、ビデオカメラ回りました。5、4、3、2、どうも増田岡田です。パッ出た。この度は結婚おめでとうございます。閉店ガラガラ出た。この短めのありがとうございます。結構ね、ダラダラやるのが多いんで誰も聞かないです。だから逆にこれぐらいのがインパクトあると思って、逆にね、うん、いいんじゃないかなってやってたんですけど、この間番組で、はい、ある中その日本のね、礼儀とかマナーの先生がいらっしゃって、
で、それを言うた時に、はい、もう最悪ですと。まず結婚式でパーっていうのすべてがパーになるんですよ。そういう意味のパーじゃないのにね。で、最後に閉店ガラガラって閉めてどうすんのよ。ここが終わってしまうみたいな。ちょっと今週、うん、1週間ウィークリーのね、オリコンの発表があって、で、歌謡曲演歌部門で12位に入ってます、感動ですよね。じゃあ、この対談で、うん、いつもゲストの方に、はい、最後にですね、聞いてる質問がありまして、今日はお二方ということで、はい、増田岡田さんの二人にとって、うん、愛とは何ですか。愛とは、はい、来ましたね。愛とはね、まあ、月並みの言葉なんですけど、まあ、与えるものであって与えてもらうものではない。来た、出ましたね。今来たって言いますけど聞いてない。英語で言うたっていうトーンが聞こえていたから、ちゃん与えるもの、与えるもの、なるほど。あのね、うん、ご用意言うんですけど、かかりますよ結婚ね。僕らの方は渋いのといてないです、ね、結婚と恋愛の違い、ね、自分のためにするのが恋愛で、相手のためにするのが結婚なんですよね。これ皆さん分かってないから離婚するんですよ。そうですよね、うん、結婚っていうのは、恋愛っていうのは自分が楽しくなりたい、自分が幸せになりたいから、うん、恋愛するんですよ。結婚っていうのは相手を幸せにしたいと思った時に結婚するべきなんですよね。自分が幸せになりたいと思うから結婚するから失敗するわけですよ。賛成です。絶対そう思います。深いな。聞いてましょう。聞いてない。あ、そうそう、当たること、はい、そしてもう一つ、そうですね、私にとって愛とは、はい、相槌の愛です。というわけで、もう皆さんのおかげで、ご協力のおかげで、無事、この千夜様のお部屋の50回記念、大変終わることができました。本当にありがとうございました。これからも、頑張りますので、皆さん、またこの掲載号を絶対買ってくださいね。立ち読みはダメよ。ちゃんと買ってくださいね。はい、では、皆さん、お気をつけてお帰りください。どうもありがとうございました。